もうね、言葉にならない。いいですか、ご飯が。黙り始めてたら危ないぞ、こいつは。美味しいってことですよ。そうですね。7、6、5、4、3。どうも、あっちです。はい。ということで、今日もすでにメインがもう来ているんですけれども、後半から久しぶり大盛りチャレンジしていきたいと思います。今日はね、もうカフェテリア TKP カフェテリアさんに来ております。まあ今回は4キロ やばいっすね、はい、絶対僕じゃ無理なんですよということで、今僕も結構好きで見させてもらってるあの YouTuber さんお二人、多分北海道一番雰囲気がいいチャンネルじゃないかと思ってるんですけれども、北一 TV の二人に来ていただきました。こちら女性の方がねねさん、ねねです。そして男性がのぶさんということで、登録は来てないと思うんですね。本当はね、3人ちょっとお忙しかったということで、今日はこの3人で欲張りコンボでしたっけ伝説を食べていきたいと思います。でちょっと食べる前なんですけど、今日なんか2人この大盛りに向けてなんか準備してきました。コロナ準備をしましたのぶさんはとりあえず昨日の夜ヨーグルトからお腹の調子を良くして、ね、僕もキャベツしか食べてないです。1時間って時間がないっていうことで、ちょっとタイムアタックで30分で、本当は1人で45分で食べきるとなんかもらえるんですよね、商標がもらえるということで。ただこれ大食いの人は必見ですよね。4キロ食べてお金もかからず、でもちろん僕たちみたいにシェアして食べるのも OK という感じなんですけれども、今回僕たち30分とさらにきつい時間でなんとかチャレンジしたいなと思います。もうね、言葉にならないちょっとこのすごすぎるんですよ。なんかもうね、こんな感じっす。うん、ね、見たことある。いや、ない、なんかプール。プール。プールですね。確かに疲れそうだ、ね。うん、もう中身がこれ、こっちはカレーですよね。うん、カレーとカツ丼、うん、そして生姜味の豚が入っているということで。2キロ2キロですよ。そういう具材が2。下に確かにご飯があるわけだから、見えないですもん。見えないので、食べ過ぎてから行かなきゃいけないって感じですね。これ多分カレーから行くと全部カレーになっちゃう。こっちのカレーかかってないとこから攻めた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。陸の方からそうだね、陸の方からね給食配膳みたいな。給食配膳、姉さん、結構食べるんですか。って言われるんですけど、ちょっと自分の力は未知です。豚肉だけと。いや、これです。4枚入ってるんですね、カツ。カツが4枚 ?4 枚。これ1枚。本当だ。4枚。もうね、結構大胆にいきますね。え、本当だ。普通の人のご飯ぐらい取りました。OK、そうです。カツはちょっと。あ、もうがっつりいっちゃった方が、もうこれでね、昼ごはん。こんぐらいいきます。それでこんぐらいいきます。それで、とりあえずこれで。いきますか。今回、TKP のいろいろ僕たちとやり取りしていただいた方が、北村さんがタイムキーパーという。じゃあ、北村さんの合図でいただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、始めます。皆さん、いいですか。はい、よーい、スタート。いただきます。
緊張しちゃいます。あ、うまいわ、うん、美味しい、うん、うん、全然いけんじゃないこれ美味しいかカツ丼もね、しっかりカツ丼、うん、ご飯にめちゃくちゃ合いますね、やっぱ、うん、2キロ食べましたけど、うん、2時間かかった、うん、死ぬほど食いましたから。でもね、豚肉ね、味があっさりだから、うん、食べやすい、食べやすいっすね、うん、もうちょっと2杯目いきますわ。今分かったんですけど、龍の方にもご飯があるやつですね。ご飯美味しい、うん、いいですか、ご飯。ねねさん食いますね。まだ全然一人分も食べてピースが違う。北村さん、ちなみにこれもうチャレンジした方いるんですか？誰もいない。で、僕たち初めてですか、もしかして。前から防具やりたいって言ったの？そう、やりたかったんですよ。自己紹介する、自己紹介で言ってましたね、今日防具。ちょっとね、見た感じ半分ぐらいなくなったんですよ、うん、もうね、10分コールがまだ来てない段階で結構食ってんですよ。もしかしたらいけるかもしんないね、こういうのがフラグになるんですね。カレーエリア行きますよ。あのね、ここまであります、ご飯。あー、何ぞ、海岸があるカレーだけでいきますね。カレーだけで。美味しそう。ちょっとダムが決壊したみたいな。すごいなぁ、ちょっと。あ、正解だわ。うん、味変になった一気に、うん。このカレー食べやすい。結構スパイシーだし、うん、甘みもコクもあるけど、これはいいぞ。そろそろあんが立ち込めてきたな。10分にして。まだ皆さん余裕ですか？うん、すごいっすね。まだ大丈夫、まだ大丈夫。なんか寒いって確かにデザートもありますデザートカツ、うん、カツここで皆さんにちょっとご報告あります。僕はちょっと一回休憩します。スタートダッシュがね、スタートダッシュがすごかった。今ちょっと胃に下ろしますか。なるほど、胃に下ろしますか。待ってます。こうやってやって胃に下ろしますか。お待ちしておりますよ。いやねねちゃん食うじゃん。大食いの人もね、女性多いですよね。そうですよね。食うじゃない。まだ美味しい時期ですよ。そして大丈夫ね。全然美味しい。味を楽しめてるね。うん。帰りなさい。食べま。いろんな方が見に来てます。すごいわ。やっぱすごいっすよね。すごいっすよ。僕もだんだん箸でこうお椀をこねくり回す。こねくり回すようになってきたから。あとね、僕が黙り始めたらものすごい美味しいか、お腹痛いか、美味しかった。喋ってください。黙り始めてたら危ないぞこいつは。美味しいってことですか。そうです。だから黙る。ねねちゃん、これから売れるな。
学習の時に8、3しかいかないと思う。僕ら多分同じぐらいだと思う。感覚的に20分経過です。なんで、あっちさんの序盤のペースなら入れますよ。うんうん、あ、もう序盤じゃないのよ。処理層苦手なタイプですか？確実に低学年の走り方したから最初に頑張りすぎる、うん、美味しそうだな。しゃあ。それも場所どこに飛びましたよ。ねねちゃん煽っていきますね。すごいじゃない。何がですか。なんでこんな撮ったんだろう。これ、うん、もう行ったのか。何かな、行ってくださいよ。うん、何か、うん、俺もちょっとやばいかな。やってたら楽しかった。まだ行けますかこれ。行きたい。頑張ろう。なんか口数が。マックさんの声入ってないですよ。残り5分です。ほらもう来ちゃった。残り5分ですよ。マックさん出んのよ。TKP さんのね、お茶がね、すっごい美味しい。美味しい。すごい美味しい。めちゃくちゃスッキリしてます。スッキリ会議じゃん。会議にも大食いにもぴったり。ぴったり。お茶しか飲みません。もうちょいだ、もうちょいがね、もうちょいがきついのよ。そうだよね。うん、できるんだな。残り3分です。まずいぞ。あともうちょっとが出んよ。1キロぐらいに見えるわ。頑張ろう。あと3分でしょ。すごいすごい。残り2分です。まずい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 。いけそう。いけそうなんだけどさ。2分か。よし頑張りましょう。いけるいける。うわー、ちょっと待った。もうちょっと開くわ。残り30秒です。うわー。口の中に入るの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 。頑張りましたよね。うわー、ここまで行きましたよ。いや、惜しい。すっごい惜しいですね。これがなかったことになればね。あと5分欲しかった。あと5分足りてた、うん、あと1時間ぐらい必要ですね。その料理。でもね、もう今回の敗因は、トール君ということで。ね、トール君が来てたら成功してたわけだから、うん、そうですね。余裕でした。ちょっと期待値で後で言っといてください。トール、お前のせいだぞ。すいませんでした。美味しかったですね。いや、美味しかった。いや、カレー酸味がちょっと効いてるから、うん、食べやすいんですよ。で、なんかちょっとこのね、あの森でみんなで喜んでバクバク食べて、楽しめるかもしれないですね。あとは美味しく、ゆっくり食べるって感じにして、皆さん、富士そばコラボ、4キロ、
以外にも、まあ、ちょっと大盛りの1キロだとか、その気が無理っていう人でもチャレンジできるメニューもありますし、なんて言ったって富士そばさんが食べられるということで、TKP さんのオリジナルで出てる、もう僕ね、バクテイそば、さっきからずっと気になってるんですけど、スープカレーとか、味噌ラーメンのそばもあるということで、皆さん、ここでしか食べられないやつが、まだ今月中いっぱいやってますので、皆さん、ぜひ、そして4キロ食べきった方は、ぜひ僕に連絡してほしいです。ということで、期待値のお二人、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、あっちでした。TKP の方がめちゃくちゃ手振ってます。すごいいい雰囲気で食べれました。ねねちゃんすごいっすね。全部食べきりました。すごい。僕はもう無理だっていう感じだったんですけど。いやー、ごちそうさまでした。